こんにちは。前にちょっとお話ししたんですけど、うちの車のエンジンオイルフィルターの根元、付け根のところにオイルにじみの症状が出てるんですよね。それを完全に修理することに決めました。これがオイルフィルターなんですけど、オイルがにじんでて下の方も黒っぽくなってますよね。これは AE111 では結構起こる症状のうちの一つです。で、本来はこのアダプタの中にあるオーリングっていうゴムのリングを2つ交換すれば治るんですけど、今回はね、このアダプタ丸ごと交換します。すでに見積もりは取ってて、作業の予約も入れてるんですけど、見積もりはこんな感じです。金額が29,000円で、1個だけ残念ながら出ない部品があって、でそれはこのユニオンっていうボルトみたいな部品なんですけど、これはもう部品が出ないとのことでした。で、今回使うオイルは、これですね、和光図のプロステージです。で、冬冬季シーズンなので 10W40 を使います。で、実はね、このプロステージ S リニューアルされてパッケージが新しくなっています。あと、今回初めて和光図のオイル漏れ止め剤、エンジンパワーシールドを一緒に入れます。また作業が終わったら報告します。今ディーラーの方に向かってるところなんですけど、もうだいぶ近くまで来てるんで、あと数分で着くと思います。
ディーラー着きました。ちょっとね、中勝手に取ったらまずいかもしれないんで、ちょっとここで切りますね。作業の方が終わりましたので、新しいオイルフィルターのアダプターをお見せします。うん、ピカピカになってますね。費用は、全部で 28,500円でした。あと今回はエンジンパワーシールドを一緒に注入したんで、これでエンジンオイルの減りがどれぐらい改善するか楽しみです。また3000キロぐらい走ったら結果をレポートします。ではこれで終わります。